どうもラオチンです。海賊無双4やっていきます。よろしくお願いします。さあ、先日ダウンロードコンテンツ第6弾の実装日がついに発表されましたね。3月の28日です。5月ぐらいと思ってたら意外と早く来ましたね。で、追加される残りの2人も発表されました。まあこれは分かってたことなんですけども、レイリーとガープですね。そして先行プレイ動画も配信されましたね。レイリーですけども、スピードタイプと思いきやテクニックタイプでしたね。テクニックちょっと残念ですけども、レイリーは使いやすそう。あれテクニックだけどもスピードタイプと同じ感じで使えるような気がします。敵を集めてくる能力っていうのが、あれは強いと思う。相当ヒット数をね稼げそうなので、まあいろんなスキルとの相性もあれはいいんじゃない。レイリー結構使いやすそうね。そしてガープですね。ガープは予想通りパワータイプでしたね。攻撃方法が覇気を貯めていくっていうタイプなので、そこはちょっとどうなのかなと思うんですけども、まあ本気バーストをするとマックスの状態で常に攻撃ができるっていうことで、まあ本気バーストを切らさないように戦っていけばいいんでしょう。まあ今回のダウンロードコンテンツ第6弾のレイリー、ガープ、ロジャー、3人とも本気バーストが相当強そうなのよね。なので本気バーストを切らさないようなスキル構成がベストになってくるんじゃないでしょうか。ガープ強そうね。そして最後ロジャーですね。ロジャーも予想通りパワータイプとなってます。普通の時はちょっとね癖がありそうですね。チャージをして範囲を広げていくっていうやつなので、そこはねちょっと使いにくそうですけども、これも本気バーストをすると常に最大範囲での攻撃が可能っていうことなので、まあロジャーも本気バーストを常に発動できる感じにしておくと良さそう。あとなんか見た感じチャージ攻撃の1チャージ1あれが相当良さそうなので、ジンベエと同じ感じで、一発で全部のゲージが溜まる感じじゃない。なんかそれで一気に溜めて本気バーストをして戦っていく、まあそういう感じでいけそうな気はしますね。そして新しいスペシャルログ、これが本当に最高でしたね。やっぱり運営さんもプレイヤーの話を聞いてくれたんでしょう。今までは真の海賊無双が一番難易度高かったんですけども、今のレベルではちょっとぬるかった。これはね俺ずっと言ってたんですけども、ぬるかったんですよ。それが真の海賊王無双っていう新しい難易度のやつが出現するみたいで、それをねまずは出したい。そのね超難易度っていうのをクリアしていきたいですね。でも多分レベル30で全てのスキルがレベル5になった状態だったらそこまで難しくはないんじゃないかなと、そういう風に踏んでます。まあ難しくはあるけども、まあ、全然クリアはできるなっていう感じかなと思うんですけども、どうでしょうか。はい、ということで今日は海賊無双4ダウンロードコンテンツ第6弾の新しい情報が出てましたので見ていきました。本当に最高でした。5月くらいと思ってたんですけども、3月の28日に配信開始です。おそらく昼の12時過ぎぐらいに配信になるんではないでしょうか。まあここはちょっとわかりませんね。まあ配信されましたら速攻でやっていきます。チェックをよろしくお願いします。そしてチャンネル登録と高評価をよろしくお願いします。それではご視聴ありがとうございました。